ザイドリッツの浸水式。1942年に取られたザイドリッツザイドリッツはドイツ海軍の従順洋艦。アドミラルヒッパー級の4番艦であるが完成しなかった。1936年12月29日寄港。1939年1月19日浸水。第二次世界大戦の開戦時点では23%しか完成していなかった。 ソ連が同系の未成艦、リュッツ王と共に購入を希望したが、ドイツ側はそれを拒否した。潜水艦の建造に重点が移ったため工事は、死体した。1942年8月に完成度90%の時点で空母への改装が決定された。改装計画名をベーザー1と名付けられ、上部構造物の撤去などが行われたが、 物資の欠乏のため1943年1月に工事は中止された。軽ニヒソベルクに栄光され、そこで1945年4月10日に自陳した。1946年ソ連によって引き上げられ、リュッツを改めたりのための部品取りが計画されたが、実行されず、翌1947年に解体された。 h t t p w w w g e r m a n n a v y d e k r i g s m a r i n e スラッシュ z-p-l-a-n スラッシュキャリアスラッシュ s e y d l i t z c v l スラッシュヒストリードッ html ありがとうございます。